今回ご紹介するののはタレントの岸飛鳥さん1991年4月11日生まれ出身大阪府身長158センチ週刊プレイボーイでグラビアアイドルとしてデビューし大きな口横乳のラインお尻のほくろがチャームポイントでメディアでもはんなり H カップ癒し系はんなり幼妻との愛称で親しまれている岸明日香さん そんな岸アスカさんは、小中学生の時はダンサーに憧れ、ダンスをしながら、バレー部に所属。中さんからバストが一気に成長して、周りからはめっちゃカット入れてるやろ。っていじられていたそう。中学でビーカップだった胸のサイズは、高校になると100センチになり、体育祭や水泳の授業は嫌だったそう。高校時代はコンプレックスで隠すために、髪の毛も腰まで伸ばし、晒しを巻いていたそうです。 デビュー時に H だったサイズは、プロフィールでは G にしてもらったそうです。高校の三者面談で芸能界に入りますと宣言し、地元の大阪でキャンペーンガールを経て、岸アスカとして初のグラビアを飾る、週刊プレイボーイにて芸能界デビュー。ゴッドタンの飲み姿、可愛い,いグランプリ3でお酒を飲む姿が可愛い,いと評判を呼びます。2013年、売り子乳業のドロリッチガールズ2期生としてテレビ CM 出演。同年、 ドラマ東京トイボックスにて、発連ドラレギュラー出演。これを機に、ドラマ出演の機会を増やします。2014年には、初のソロ写真集を発売。金曜ロンドンハーツ。厚紙が止まってジャッジ。本当はいい女グランプリで、田村厚しから料理は一番と絶賛され、4位にランクインしました。安倍晋三元首相が辞任を表明した翌日の、2020年8月29日。 自身のツイッターで同じく海洋性大腸炎を高校の時から患っていることを告白しました。今の症状は良くなっているものの原因不明でストレスで悪化しがちだと語り、よく離るけど感知しない国に難病指定されてる病だよ。覚えてねと周知を呼びかけています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。